はい、じゃあもう5人目は決まってますね。さくらが一番相方として演じる人ですよね。マリアさんです。本気で来なさい。本当のシンデレラの配役もさくらがシンデレラでマリアが王子様だもんね。オンリーベン忘れたいのに。はい、じゃあ行きましょう。よし、行こうか。ちょっと緊張感を高めていきますか。はい、少し無言気味で行きますね。真剣に行くよ。ちょっと導火線の数を多くしよう。消したくても消せないみたいなことちょこちょこあったもんな。はいはい、よしよし。ああ、左のやつ消せばよかったな。まあいいや。はい、3連鎖、まあまあいいでしょう。でもマリアがもう2本貯めてんだよな。あれが怖いな。マリアがもう2本貯めてるんだよね、ゲージをね。はい、オッケー。これでいって、で、青をどっちにするかな。どっちにしようかな。もうフィールドをなるべく消すか。で、ゾウ柄受け止めきれるかな。受け止めきれるかな。はい、はい。魔法石でいくか。魔法石で二色消しでいこう。で、攻撃レベル1を受け止めつつ、ためにいって、あの魔法石が効いてくれると思うので、ここでうまく、おし。いいね。この魔法石が残るっていうシステムが、サターン版ならではのこれがね、ドリキャス版とのルールの違いが、うまく使えれば結構こうやって、効いてくるね。さてさて、ちょっとまだ緊張感はお互い膠着状態気味ではあるからね。ためよためよ。ちょっとこのマリアの攻撃受け止めつつ、レベル1攻撃だと数字が小さいからすぐほどけるな。あ、いいねいいね。ちょっと今のは、あ、でももう一発レベル1来るか。もう一発レベル1来るのか。ほう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 。あー、どうかな。魔法石でもう一回ちょっとあれするか。一回黄色消して、消したのきっかけに連鎖が結構動いて、あー、いいね。ゲージが溜まっていくね。まだこれも溜めていき、溜めていって、で、もうちょい溜めよう、もうちょい溜めよう。できれば理想はレベ3攻撃でドカーンだよね。理想はレベ3攻撃でのドカーンだよね。ちょっとまだ貯めるか。あー、ダメか。一色消しか。くそ、乗せられるとこなかったな、落下スピードに対してね。あ、マリアかなり攻撃の打数を重視してきてるな。攻撃の打数を重視してきてるな。確かにちょっと効くもんな。よし、もうこれで攻撃しちゃおう。さあ、どうかな。これがどう出るか、こうそうするのか、それともあだになるのか、あだになるのか。おし、やったー、5連勝。はい、意地悪お姉さん、マリアがやるんだね。マリアの口紅のあの塗られ方かわいそうだな。さて、2だったらこの後ラスボスが出てきてたけど、どうかな。ちょっと見てみましょう。あー、やっぱりそうか。誰だ誰だ。私たちも舞台に出たいんです。おー、三人娘。私たちも舞台に出たいんですということは、三人娘が主演をするのかな。さあ、ここまでやってきたことが無駄にならないように頑張りましょう。はい、よし、これをクリアすれば初めてのね、シンデレラモード、エンディングを見ることができますので、なんとしてでもね勝ちましょう。はい、曲は愛はダイヤなんだね。
この頃はまだ三人娘の曲がないもんね。2は恋の発射往来が聴けてね、1はまだ三人娘に曲とかはなかったからね。だから恋の発射往来っていうその三人娘のキャラクターソングはすごく革新的というかね。まあやっぱりこう1の頃っていうのはまだ僕は桜大戦の世界には浸ってなかったんで、まあセガサターン持ってなかったぐらいですからね。そこからね、ああちょっと集中してごめんなさい、あんま喋れないね多分三人娘のこう人気っていうところが、あ、魔法石にするか、どんぐらいやってくるかわかんないもんな。赤にするか、赤が比較的下の段にあるからね。で貯めて、三人娘やっぱりあれだな、三色しか時が降ってこないんだな。この辺はあれだね、2と変わんないね。だから攻撃を受け止められるキャパシティだけ持っておいて、よし、行こう行こう行こう、もうこれで勝てんじゃない、勝てんじゃない。防御力がそんなにあるわけじゃないね、防御力がそんなにあるわけ、よしよし、無事勝てました。これエンディングだね。なるほどね、黒子になるんだね、ラストステージで勝てないと。大神さん待っててください。いや、いいね、このセリフね。このセリフもいいし、三人娘の黒子の絵も良くないですかこれちゃんと三人とも違う表情、違う武器、違うポーズしてるもんね。いや、細かいなぁ。はい、じゃあ、花組対戦コラムス、初めてのシンデレラモード8回目の挑戦でエンディングですね。楽しみ。え？さくら。よくここまで来たわね。もう一回やんの。え？え？あやめさんとも勝負しなきゃな。やった。真のボスがいるのね。うわ、ちょっとこれ真剣に行きましょう。なんだよ。一人じゃないんだ。隠しキャラは。よしよしよし、ちょっとごめんなさい、あの喋る数減ると思いますはい、あやめさんのパラメータとかも全然わかんないもんね。隠しだし表示もされなかったからね。ためよう。んレベル2で打ってきたか。レベル2で打ってきたの。おでもこれは超えられるな。カエルさんと同じだな。1列で同じの振ってくんだな。だからカウントが小さくなるのさえ待てばいいんだな。はい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 、あれだな、ちょっと一回魔法石にするか。受け止めるキャパシティさえ作っておけばって感じだね。ためよう。ここはまだためよう。ためましょう。必ずチャンスはやってくる。必ずチャンスはやってくる。よし、勝ちました。あやめさんの白旗持ってるこれこそなんとかなるでしょう。それともまだあの人立ちはだかるのかな。大神さん、私とうとうシンデレラになれました。なれたんだね、なれたんだね、これは確かにね。それともまだいる。あー、出た出た、まだいる。最後の勝負だ。俺が勝ったら王子役はこの俺だ全員と戦うんだな。さあ、米田さんがじゃあ毎回ラスボスなんだろうな、きっと。エンディングだと思ってぬか喜びしてたら。あー、米田やっぱちょっと早いな、動きが。いやー、あの最初に確認してますが、難易度難しいに設定してるのでコンピューターもガチンコで来てるんですよ。いやー、ちょっとな負けたくない、絶対負けたくない。貯めましょう。いや、もう米田支配にちょっと2位までゲージ溜まってるな。
なんか補正とかあるのかな、それとも俺が見えてないその画面の中でかなりこうやってるんだろうな。多分そっちだと思うけどね。昔のゲームとかだとね、そのボスキャラ的な人たちがなんか能力がちょっとずるかったりとかあったけどね、そういうのじゃないんだろうな。どうかな、ためようためよう。ちょっとここは1、2連鎖どうにかなるかな、どうにかなるかな。頼む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 。うわー、操作ミスで、もう言葉にならん。まあでも一個分かった、8回勝たなきゃいけないんだねよし、まあこれは真剣にやってますからね。次の9回目の挑戦ではね、ノンコンティニューで勝ちましょう。そう、悔しいなぁ。